こんにちは、荒獅子男之助です。今日は五代目春風亭柳朝師匠で義眼です。この話も私やっぱ初めて聞きますね。私ちょっと初めての話に敏感になってるところがあって、この義眼っていう話も本当に義眼っていう題なのかな、義眼って読んでいいのかなってね、一目上がりを一目上がりだと勘違いして、ほとんど出来上がっていた動画を最初から作り直したっていうね、あれがちょっともうトラウマになってます。いやーかっちょ悪い。じゃあお楽しみください。これでやめるというとどこの寄席もお客がいっぱい入りまして、以前に人形町の末広が亡くなるっていう時は普段 2,3 人しか入らないところへ連日そのお客様が押しかけましてね、ここが今度はミュージックホールがここへ来るそうでして、で東方名人会はなくなるとこういうわけなんですね。でどういうわけでここがなくなるかというと、まあ後から出てくる人も言うだろうけども、こういうの早く出て行っちゃったが先行ったが得ですから、ミュージックホールは年間8億の黒字になる。この東方名人会は2億しか黒字にならない。したがって8億引く2億ですから、向こうのが何千万か儲かるわけですそういう数字あったことがないからわからない。したがってやはりこっちの方がね、ミュージックホールがここに来てこう、もっともね、そりゃそうですよ、裸っていうのは万国共通な見せ物ですからね、落語をわかる外人っていうのはそうはいないわけですからね。これあんまり外人が団体で入ったってのは聞いたことないから。でもこの頃我々もよく行くんです、日本航空って飛行機会社に頼まれてヨーロッパの方にいるその日本人を慰問して歩こうってんでね、大概4人ぐらいでグループ組んでいきます。今年も村久と私と新長と、それから新長のところの弟子と4人で行ってきたんですがね、パリで二手に分かれて私と村久はナイジェリアっていうところに行きました。ああいう国があるんですね。あんな国はナイジェリアってぐらいのもんで、で新長たちがアルジェリア行ったんですがね大した違いじゃないです、字で書くとね。ところが えらいところですね。空港からね8時間半車で乗って、砂漠じゃない土漠っていうところです。砂じゃない土なんでね、ほこりを舞い上げたって。で日本人がいっぱいいるんです、向こうで石油が取れるってんで、日本の方から工場が進出してて、今のうちにね向こうの黒い人と仲良くしとこうてんでね、でまあその工場の建設に当たっている労働者の方が何千人かいるんですが、面白いもんでね、今年のお正月に所長が挨拶するって言ったら25人しか集まんなかった。そこへ私と村君が落語をやるったら1800人来たんですがね、まあ所長の挨拶よりいくらか我々のが面白いとは思いますがね。ああいうところ行くって言うと話の種がねえかと思うとあるんですね。3年ばかり前でした、やっぱり新潮屋なんかと行った時にベルギー回ったりいろんなとこ回って、最後にパリ行ったんですがね、もう5回目なんですがパリ行ったのは。いまだにエッフェル塔に登ったこともないし、それからルーブル博物館も玄関だけ行って、あれ全部みんな3日かかるって言われて驚いて帰ってきちゃったんだけど、ノートルダム寺院も行ったことはない。その代わりムーラン・ルイジだのコルドン・ブルーだのクレイジーホースは行ってんですよ、これはね。で3年ばかり前、話は前に戻しますが、これは三平だとダメなんで、横にそれるととんでもない話がいっちゃう。で男爵でアンパンという方がさらわれる事件がありましたね。アンパン男爵が、我々ですってアンパンがなくなるとすぐ木村へ飛んでくんですが、このねアンパン男爵の行方を捜索している刑事の名前が振るってて、クロワッサンという刑事がアンパンの行方を調べる。だから話の種はあるもんだと思いましたね。で今は交通が大変この進んでるから、いろんな国の風俗風習ってのは外国に入ってます。日本にいたことがある外人なんでしょうが、ふんどしってのありますね、六尺でなく手ぬぐいへ紐をつけた一中、あれは大変夏場風通しがいいってんで、あれ外人で締めてる人が随分いましてね、その国その国によって発音が違うんですね。あれ日本のふんどしが、デンマーク行くとあれフンドルセンって言うんですね。あれでロシアではフンドルスキーという、でドイツではフンドリッシーと言いましてね、でフランスでドリーヌと言って、スペイン行くとラフンドレリータという嘘ですよこれはこの間こういうこと言ったら表行って得意になって喋ってね、恥かいた人がいるんだ。素直ですからね、寄席来るお客さんは。
なんかこの間見た本に書いてあったからね、忘れないためにもこうやって喋ってるんですが、でまあどこの国行ってもこういう商売ってのはありません。どこの国で探しても漫談とか漫才とかね、そういうのはあるんだけれども、話し方ってのはない。で英語でどういうふうに言うんだって聞いたら難しいですね。ファニーストーリーテーラーとかなんとかいいらしいんですね。で従前ね、今から16、17年前に初めて外国行った時にはエンターテイナーって書いてくれましたがね、これはちょっと買いかぶりですよね。我々のことエンターテイナーってのはね、ファニーストーリーテーラーとかコミックストーリーテーラーとかなんとかいうややこしい名前なんですがね。でどこの国行っても今言った通りこの話し方って職業はないんですが、外国で患うと銭がかかります。盲腸やっただけでもって大変ですよ。私のうちが一軒買えるぐらいの銭がかかっちゃう。だからお医者ってのはこれは大変な職業だと思いました。仮に我々の中である一人がこの前ちょっと風邪気味で、ちょうどたまたま日本人の人で向こうでお医者さんがいたんですが、そこに電話をかけてどういうふうにしたらいいって聞いただけでもってもう銭を捉えるらしいんですね。そのアドバイスしただけで、そのぐらい厳しい職業なんですが、昔はやることがないから医者でもやってみようってんで、俗に言うデモ医者なんていうのが巷をこう徘徊してた。でこういう先生にかかると何をされるかわからないんですな。どうしたのおみっちゃん、血相書いて横丁のヤブ医者なんだよ、なんかやったのかね。あんちきょ、普段島でしょうがないだろ、病家から迎えが来たんだね、仕事だって飛び出すのはいいんだよ、うちの子供蹴飛ばしてったんだよ、あの通り泣いてるんだよ、よかったね、何がいいもんかね、医者のくせにうちの子供蹴飛ばしていいんだよ、あの医者の足にかかったから、手にかかってこりゃ殺されちゃうからって全然指導医者がいたわ。まあ今こういう先生いるわけがないですね。いい薬、健康な手術の道具がある、それにちゃんとした学校を出て、ちゃんとしない学校を出てる人もいますがね、まあとにかく大概の病気は治る。ある人が目を患ってお医者さん行ったんですが、どうもよくならない。あなたの目はね、これはもうダメという目でしてよくならないから、悪い目ではくり抜いちゃいましょう。あとどうするんです、それはそのまんまにしとかないよ。目をくり抜いたまんまにしとくと辞書の値段が上がるから。どういうわけで目抜きの場所といってね、つまんないしあれですね、ここに代わりの目玉がちゃんとあるから入れてやるからね。はい、もう明日から来なくていいよ。ガタつくことがあったらまたいらっしゃい。セメントを塗るとかコンクリートを詰めるとかね、パッキン買うとかしてあげるから。で夜分君がお休みになるとき今入れた入れ目、それはもうね必要がないでしょ、あたりが暗くなったら。だから目から取って湯飲み水かなんか入れてそこに一晩つけときなさい。明日の朝さっぱりと目入れることができるから、いいかい。その義眼をね水につけんです、寝るときには。へいってんでその人がお宅に帰ると全開祝い。親類の者やなんか集まって飲めよ歌いのどんちゃんさん、弟さんが乗り物がなくなって夜中に、兄貴のうちですが目覚ました、酔い覚めでね。ああずいぶん飲んだね昨日はね、兄貴の全開祝いとは言いながら、あちょうどうまい具合に今水が飲みてえと思ったんだが、兄貴の枕元に湯飲みがあら、これもらって飲んでやろう。ああ水が入れてあった、いいもんだね酔い覚めの水ってのは、うまいや、変なもん飲んだぞおい、俺は生まれて長いこと飲んでるけど水の塊初めて飲んだぞ。弟さん兄さんがつけといた目の卵と飲んじゃって、あくる日から通じがつかなくなった。毎日奥さんが付き添ってお医者さんもこういろいろ手当てしたんですが、わからないですな。不思議ですね奥さん、あなたのご主人はこれだけ下剤かけたらもう通じがついてもいい頃なんですがな。今日はこの眼鏡でお宅のご主人の尻の穴を覗きましょう。どうしてです、なんか使えてるものがあるんだよきっとね、それを取り除けば通じがつくから、うつ伏せに寝てください。奥さんご主人の皿また取っちゃってください。随分汚いお尻してますね。不潔ってケツはこういうケツじゃねえのかな。どうしてこんなに軽廃してんです、ね、え秋になったらこういうコオロギでつもりですかね。山奥でこういうお尻を出してると鉄砲で撃たれますよ本当に。看護婦グリスを持っといて、うん、今ねメガネの通りのいいようにグリスをたっぷり塗るからな。なんか先生追い分け団子にあんこ塗ってるようですね。余計なこと言うんじゃない。じゃあ今メガネを入れっからね、いいよ、あこれで行き止まりだ。ここに何か使えてんだね、一体何が使えてんだ。わーってんで眼鏡のぞいた先生が急に変な声出して表へ逃げたから、奥さんが追っかけてって、先生宅がどうかいたしました。いや驚いたな、あなたのご主人にはこんな患者は初めて。今ね僕がこの眼鏡であなたのご主人の尻の子を覗いたらね、向こうからも誰か見てましたよ。流暢師匠で義眼でした。いやー、義眼と書いて義眼って読むんですね。普通に義眼でしたね。いやいやいや、考えすぎですよね。シンプルにいきましょう、シンプルにね。シンプル is best ですよ。はい、明日は五代目春風亭流暢師匠で雑敗です。
雑敗でいいんだよね。いや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 。お楽しみに。